お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。申し訳ございませんでした。全くつかつかない演奏を何たってばっかりですけども、私の歯が立たない感をまた皆さんご指摘がちょっと怖いですけども、いえ、なかなかね、でも、まあ、とにかく、やらんと始まらんもので、年季だけは入ってますんで、ね、はい、それのもうあと余命なんでもないんで、皆さんに、ね、そんなことはない、こうあのね、そういうふうに言う人が一番、いやいや、ね、なかなかね、ちょっとでも私の体験したのを引き継いでいってほしいと思う、はい、やっぱりね、僕らはまあ、練習もそんなにしてない、みんな短期間で上手になるんですけどね、やっぱりグルーヴ感というかノリとかいうのはなかなかやっぱり年月経ないと習得できないと思うので、いろんな音楽を聴いて、自分のものに身につけていってほしいと思います、ね、全体音楽を全体で考えてる、そうですね、なんかこう、自分の好きな世代、好きな年代、好きなジャンルに特化して聴くのもね、大事なことやとは思うんですけど、はい、もちろんね、その自分が好きだっていうのもすごく大事やと思うんだけど、そうそうそう、僕もそうです。なんかずっとロック系をばっかりやってたんで、だから今こうやってラテンの音楽のこととかでジャズのこととか、もう結構年いってからなんだけど、今割とそう興味持ってね、いろいろ聞けるようにだんだんなってきたので、だから武さんの言うてる意味がよく今はわかる、うん、昔はもうなんかロックできたらかっこええやんみたいな感じで、ジャズとかもう全然いらんみたいな感じで思ってたんやけど、今は違いますね、ちょっと考え方も変わってきますね、要求されると世界にはいろんな音楽があるので、はい、まだまだ新しい発見があると思いますので、うん、そう、発見、みんなアンテナをこう張り巡らして吸収していったらいいと思いますね、はい、タケさんは今はバンド活動っていうのはどんな感じですか？もうコロナでね、やっぱり年いってるのでなかなか怖いんで、うん、でバンド2つ入ってて活動したんですけども、本当に迷惑なんですけど、2つとも抜けさせていただいて、やっとワクチン1回目この間済んだところなんで、これからどうなるか分かりません、ね、リアルな話が、リアルですよ。まあね、なんかこう音楽もそうやし、まあね、コロナのこともそうやし、なんかね、こっち側ってなりすぎててね、まあなんていうかな、音楽で生かされてきたところがあって、それは自分では気がつかないんですけど、この間泉谷のイベントで小学生から和太鼓を、はい、もう大人数で叩いてたら、そのかすかに聞こえてきて、まあ、ドラマですからこう興味があってこう吸い寄せられるようになって、普段本当に素晴らしい、もうこう湧き上がるものがあって、自分でもびっくりしてるんです、感動して、やっぱ音楽は大切なものだと思います。やっぱり若い、老いも若きもこうやってね、こう年齢関係なく、やっぱりね、音楽やってなければその、ね、お年が全然違えばこう交わることもあんまりなかったりとか、それは音楽には限らないで、まあ、スポーツとかもいろいろね、趣味とかもあるかもしれないけど、そういう中でずっとね、音楽をやらせてもらってるから、まあ、新しいことにチャレンジする、まあ、私は今日納得できませんでしたけどね全くできなかったね、もうびっくりしたよ、私も叩きながらびっくりしたもん。これ何やったっけ、クラブもできなかったけど、もう何もかもができなかったのが、もう非常に難しい、すいません、20年前に習いに行ってた大野先生が、もし YouTube で見かけたらもう、ね、私も何をしてたんだって言われるんだきっとっていうのはね、ね、とりあえずこの自粛中コロナですって言うても、やっぱりドラムっていうのに触れる機会がもう極端に減ってきてしまって、まあ練習のこのパッドとかで、同じ、まあ、スティックは毎日触りましょうみたいな感じでこうやるんですけど、やっぱり違うですね、本物の楽器に触れるっていうことはすごく大事かなっていうふうに思います、ね、やっぱり今日武さんと音を出しながら、やっぱメロディーがないと
ちょっと伝わらないニュアンスとかもあって、うんうん、そうですね、ね、コードだけでもね、そうそう、ここに例えばギター一本、そうだね、ベースが、そうそうそう、ベース入るだけで全然違ったよな、ピアノがお一方みたいなね、そのやっぱり音が変わるとやっぱりセッションが面白いですね、うんうん、それはものすごくどんなタイプのセッションに行ってもそれは感じるし、バンドやとなおさらですよね、こう普段一緒にやってて言い合えて、もうちょっととりあえずあのギターを聴くんじゃなくてドラムを聴いてくださいみたいな話から始まるところもありますけど、まあでもそれもそういうやり取りも含めてのバンドというかね、じゃないとドラムはやっぱり成り立たないので、だって一人やったらね何もできない、そうですね、まあ、これからまあ今後なんですけどね、あのまあ、コロナってこれ、まあ、いずれはまあ落ち着いていくじゃないでしょう、多分ね、まあ、その後武さんがなんか今からやってみたいなとかね思う、こうイメージしてることがもしあったら聞きたいです、うん、やっぱり自分 の、 あの好きな音楽をあのみんな同じ感動できる仲間とやって、うんうん、一緒にやっていきたいですね。うん、またブラジルに行きたいとか。あと2023年には、はい、永住権更新があって、はい、パラグアイに行く予定なんですよ。移住ということですか？いや、あの更新。あ、更新。一応持ってるんですけどね。はいはい、パラグアイ。永住権も、うん、でも10年ごとに更新なので、あ、お袋が、90。6歳ぐらいですか今ね、まあ、元気なうちに、うん、なかなか、うん、願いが叶えられるかどうか、うん、3日かかりますんで、地球の真反対、そう、あ、行くのにね、でブラジルは隣の国なんで、うんうん、夜行バスで行けるんですよね、今、うん、大変なことになってますよ、はい、そうですね、それまでに落ち着いてくれたらいいんですよね、うん、早く落ち着いてくれたらちょっとでも早く、はいはい、サンパウロに友達に会いに行きたいです、うん、まあ、あのフェイスブックなんかで見させてもらってるんで、もう完璧なあのドラマさんがあって、いい、何をしますよ、なんで呼ばれたんかがちょっと不思議なんですけれども、ラテンの奥深さに、いや、もう自分のもう自己流だから、うん、なんかでもね、うん、武さんのを聞いてると、まあ、ブルース、いや、ブルースじゃない、あのジャズセッションとかでねご一緒したこととかもあって、であのボサリーナとかね、そのご自分のバンドで叩いてはるのとかも聞いてて、やっぱり楽しい音楽、ラテンは特にね楽しかった、まあ歌物もありますけど、ね、やっぱり体が自然にそう動くので、やっぱりストレスなく、うんうん、そう、最終的にはねそこに行き着く、そこまでにこう自分がいろいろ考えてるのをいかに外せるかって、まあ、ロックもそうやし、はい、ね、ブルースもそうやし、もうダンスミュージックやと思って最近叩くように、はい、うん、でも踊るための音楽、そうそうそう、やっぱね、人間何のために音楽をしてるかっていうと、楽しむためにしているので、うん、あのできないからって言って難しい顔をしてはいけないなって言ったら、今日でもちょっと難しい顔になるめっちゃ頭の中で譜面がどうなっているみたいな感じはありましたけど、でも最終ね、やっぱ楽しんで武さんのを聞いて踊れるような感じが自分でも出せたらいいなと思います、ね、はい、人を踊らせたら、そうそう、うん、そう、それはね、うん、ラテン、はい、ブルースもロックもジャズもやっぱりちょっとね、うん、こう難しい顔でこうね、あの考えて聞くものではなく、確かに楽しく音楽を聴いてやっぱり踊れないとダメですよね、そう、踊れる演奏をしないとダメですよね、そうですね、そこがやっぱりまずウキウキ感が大事ですね、うん、そう、暗い曲でもちょっとね、 その、まあ、そこがグルーヴなんでしょうけど、うん、それが出せるような太鼓を叩きになれればいいな、まだまだ Me too でございます、うん、あのもう僕は本当ラテンっていうかいうのはね、もう本当にずっと聞いてこなくて縁が遠い、まあ、音楽っていう感じだったんですけど、あの武さんに多分出会ってなかったらこういう演奏をこんな間近で見ることは多分一生でもなかったと思うんですよ、そういう意味でも今日いろんな楽器を見せてもらって、名前も分かるのがいっぱい出てきて、すごいなんか貴重な時間をもらったなっていう、はい、はい、演奏者というよりもコレクターですから、うん、コレクターの雪森、うん、だと、うん、なんか仲間関係のコレクター自分で言っちゃったよあ、でも大事なことで、
私はコレクションしてるのはまた別のところに置いてありますからね。まあでもあの、まあ、楽器ってやっぱり使ってあげてなんぼって僕思うから、う、うん、やっぱりね、なんぼいいものを持ってても、うん、教えに抜かしてたらね、小屋子ですから、うん、ですよ、うん。まあ、まあ本当に今日はそういう意味では、ね、はい、あの長時間お疲れやったんですけど、楽しかったのは、あのやっぱりボサノバを演奏するときにこのブラシでボサをやるっていうのを僕タケさんがやってはるのを初めて見たんですね。で僕らがカッ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 ってもうあれしかボサノバじゃなかったんで、うん、もうあのブラシでボサノバでやってるってこの人なんだろうって、で今日もそれをやってくれはって、もうあれはもう目から鱗というのが僕は過去にもありまして、で今日も見せてもらえてすごく勉強になりました。ありがとうございます。まあそうですね、まあ、全部っちゃ全部なんですけど、同じくブラシの使い方のあのうまさというか、まあ、キックもそうですけどね、あのやっぱりラテンのキックってね、うん、あの縁の下の力持ちじゃないけど、もうずーっとやりながら上であれだけね難しいことをしているのに、ベースがあれだけやってる、でハイハットはあまり使わないっていうところはね、まあ、やっぱり改めて目から鱗というか、練習せんなできへんなと思いました。ありがとうございました。まだまだそこは言ってませんけど、ね、いえいえ、こんな機会をね、あの突然いただいて本当に嬉しく思ってまして、これでちょっと長生きできるん違うかな。してくださいよ。してもらわな困るし、やっぱりこのハッピーエンドつながりで、はい、あのね、二次無限もそうですが、ね、うんうん、あの音楽の仲間がいるということは、そうですね、私みたいな内向的な人間と、そうですか。助かります。私はさらに内向的なので、タケさんがいなかったらね、多分ね、二度とラテンには手を出さないはずでしたので、ありがとうございます。やっと実現しました。前から言うてた。そうなんですよ。半年後にね、あのもう一回やって、お前全然できてないやないかって、またあのお叱りを受けないように頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。Oh.